巨技は、その背に、巨大な牛を乗せ、牛には、緑色の風神ンが乗り、その上に大地を担ぐ天使が乗る、すり売りによる、オスマントルコ語訳本、カズウイーニ宇宙史、秘蔵物の脅威。トップカップ宮殿博物館像、マッサ A3632-131 栄誉バハムーとは、中世イスラムの世界構造の概念における、世界魚。 イスラムの宇宙史文献には、神が荒ぶる大地を天使に背負わせたが定まらず、天使の足元に岩盤を、岩盤を支える、世界牛を、牛を乗せる太陽を、という配列で、安定を達成できたと説かれている。バルフートという異表記も一部の宇宙史に見える。最古の文献によれば本名はルティアーで、バルフートはソエナ、バハムートはアダナとされる。聖書。 ヨブきのベヒモスの借用だとされる。陸獣、ベヒモスを削減とする魚というのは整合性を書くが、これについては、世界牛を、ベヒモス、世界魚、怪獣、レビアタンに否定すべきを、アベコベに混同したという指摘がある。一部のイスラム中史では、世界牛の名を、クユーター等と記すが、レビアタンのアラビア語系である、ルーヤーターンの語社であると論じられる。バハムートとは、 アラビア語の某宇宙史に従えば、大地の下で世界を支える、巨魚である。神は大地を背負う天使を創造し、その下に、足場のルビーの岩盤を置き、岩を支えるオウシクユーターと、ウシを乗せる、虚魚バハムートを排して、ついに大地を安定させた。バハムートの曲は、全世界の海洋をその尾行に入れても、砂漠に置かれた、枯らし粒ほどしかならないと比喩される。 その虚魚を支えるのは、あたり一面の水であり、その水域の下には、暗闇があるが、そのさらに深淵は何があるか、人には知れない、とされる。レインが記述したような内容のアラビア語の宇宙史の原点は、大道正位で数種ある。原点に、違いがなくとも、アラビア語の中には異なる翻訳になっている単語や表現もある。本校の虚業の言語は、フートであるが、これは、 魚とも、クジラとも訳される。また、天使の立ち台の岩石は、言語では、ヤーグートだが、これは、色や、種類の不特定な宝石で、レインは、ルビーだとするが、原点の多くは緑色だと明言し、緑色のヒアシン水脂などと訳される。原点にはの宝石であると明言しているものが多い。カズウィーニー系統アルダミリは、レインがようやくの原点と明記していて、 レイン洋薬に多く合致する。ただバハムートの巨大さに関する比喩が消し粒でなく、一森の砂となっており、牛の名も相当違っている。カズウィーニーの被造物の脅威と万物の珍奇のバハムートは、逆にそれらの点では合致するが、他の際の部分が目立つ。ただし、この作品は、主写本の数も多く、違いも多いとされている。実はいずれの文献とも、和風部、 イブン・ムナッピフの断としこれを語っている。よって、本来ならば同一なはずである。そして、アルダミリは、カズーイー・ニーの天気に過ぎないとも言われている。ヤークート系統、イブン・アール・イコール・ワルディの著述作品は、レインがイブンの資料として挙げている文献であるが、当該部分は、ヤークート・アル・イコール・ハマウィー、諸国修正を再構成、集約しただけのほぼ丸写しだとも、 別の文献を間接的に介した表説とも言われている。こちらの2文献では、巨魚の名前がバルフートとなっている。上の系統と比べて、巨牛と巨魚との間に砂丘が置かれたという点や、巨魚より深くのいくつかの層についての説明が異なっている。こちらの系統では、神が創造を行った順序が、天使、牛、岩盤となっており、岩盤を牛の背のコブの上に乗せたと、 表現されている。また、巨魚や巨牛が、潮の満ち火や、地震と関係するような記述も見られる。ヤーグートの方は、牛の呼吸が満ち火に関わる記述しか載せないが、微分あるイコール悪りル、真珠では、これに加えて、巨魚と巨牛が、海の水を飲み、満腹になると興奮するという記述も載せている。地震については口述する。 諸予言者伝子の巨魚や巨牛関わる宇宙史が記載される最古の文献は、アルサラ編とアルキサー異編の2編の諸予言者伝とされている。アルサラ編を引用すると、巨魚にはいくつもの通称があることが次のように説明される。神は巨魚を作りたもうたが、これは巨大なクジラであり、本名オルティーヤー、ソエナオバルフーと、 あだ名が巨魚をそそのかして、地震を発生させようとしたが、神が魚の目にハムシを差し向けて、注意を引きつけこれを収めたとある。同様の説話は、アルサラ編、諸予言者伝にもあるが、そちらでは、神が何かしらの生物を微形ゆでその脳に達しさせ、巨魚ルティアー,ーを屈服させたとある。さらには、説話の語り手を、カーブアルイコールアフバールとしているが、この人物は、 ユダヤ教からの回収者で、ユダヤイコールイスラームの伝統をアラブ人に伝えた最古の権威と言われている。このように地震を巨魚と結びつけた一例もあるが、イスラム文化圏では一般的に巨牛の地震発生説やカーフさんにちなむ説の方が不縁している。アルゼンチンのサッカーボルヘスは日本の地震魚の由来はバハムートであると指摘した。 民族学者の大林多下の研究によれば、地震牛の民間信仰は、イスラーム圏に集中して分布し、世界魚が動くと地震を起こすというモチーフは、日本全土をはじめ、中国やインドシナに分布するという。バハムートの項はまた、作家ホルヘルイス・ボルヘスの、現獣辞典に収録された。レインを主要資料として書かれている。地よ人よ物語の、 第496夜に登場するイサが見た、巨魚は、名前は明記されないが、その上の巨魚が、岩と天使と大地を支えるという設定になっており、バハムートのことであるとボルヘスは考察した。この物語では、イサは、神に、魚の巨大さを把握できたかと言われるが、巨魚が通り過ぎるのを見るなり失神したイサは、魚は見えなかったが、その前兆が3日の皇帝ほどもある牛を見たと、 検討する。それは、牛ではなく魚の頭であったと神に悟される。また、世界を最下層で支えるのが、大蛇、ファラクとしている。以下は、いずれも爬虫類を思わせる、ドラゴンの姿で、デザインされた同名のキャラクター。これら以降、現代フィクションにおいて、バハムートと名のつくものは、ドラゴンの姿に寄せる文化が根付いている。一時、資料二次資料、ありがとうございます。